はい、こんにちは。今回はね、こちらでございます。トヨタのセリカでございます。これがね、セリカでございまして、まあ、ご紹介しますとこのような感じでございます。これも、当時新車の時に、購入したかなと、記憶がございますけども、こちらでございますね。で、これは平成11年1999年9月に登場した7代目セリカは、長年スペシャルティーカーとして人気を獲得してきたセリカの最終モデルだ。で、7代目発売時のプレスリリースには、見られる新感覚の楽しさ、ライトな新感覚の走りという言葉が並んでいたと。で、前者に関しては透明でも一目で分かると歌われた縦長のヘッドランプを最大の特徴とし、伸びやかなようなサイドのキャラクターラインやワンモーションシルエットのエクスレが先進性を感じさせる。また6代目と比べてコイルベースは 65m 長く、線上は 100m 短くなっており、このロングコイルベース、ショートオーバーバンクはより走行安定性はもちろん、しやすいの安定性も高まっていた。インテリア面では、運転席に助手席両方のドアトリムから伸びる円形のラインをセンターコントロールとクロスオーバーさせるなど、パートナーの空間共有感覚を高める幸せの効果を独裁という。で、後者のライトな新感覚の走りは、車の原点である走る楽しさを見つめ直すということかならない。とはいえ、7代目が登場したのは、スポーティーモデルの認知が下落予想に頼っていた時期である。トヨタでもラインナップの整理が図られ、ライトウェイスポーツとして一世を風靡したカローラデミン、スプリンターで取るのが平成12年、2000年をもって生産終了することが決定していた。そこで7代目セリカではそのボディセグメントを埋めるべく、6代目からボディを縮小してエンジンの排気量も 2000cc から 1800cc に段、車両重量も最大で 300g 減の 1090g となり、ライトウェイスポーツへと盛り替わった。なお、ボディタイプはハッチバックペイのみとなり、4代目から設定されていたターボプラス 4W の GT4UR も廃止されていたと。ただし、単純に全てをダウンサイズダウンしたわけではない。新開発された 2Z GE 型エンジンは 2000cc だった先代の先行機能で、3S GE 型エンジンに2加圧する190ペースを発生し、リアサスペンションを新設計したことによって、耐久性も向上。7代目はあくまで走りの楽しさを追求した車であり、結果として30年以上にわたってファンを魅了したセリカに最高を飾るふさわしい時代となったということでしたね。で、車両型式が ZT231、ZT230、販売期間が平成11年の9月から平成18年の10月まで。で、生産台数が 27,013 台と、なっていまして、まあ、大変、少ない、車でございました。まあ、今となっては、このセリカが現存すると言ったら、もうかなり貴重な車に、なってしまいました。まあ、そこがちょっと残念なところでは、まあ、ございましたんですけども、まあ、これはね、まあ、今でも お求めやすい価格だったんですね。SSI、これが175万5千円。そして、まあ、ちょっと高めの車でもありましても、まあ、TRD スポーツ M、これが255万円でございました。で、まあ、これの SS2 っていうのがね、もっとこうフロントスポイラーとかサイドマットカード、カラードエンブレムとヘッドランプのガーニッシュは、まあ、オプションで、まあ、設備することができて、よりこうかっこよくまで来ましたよって感じだったんですね。で、これで一時そのラリーなんかでもね、挑戦してみたんですが、まあ、なかなか思うようにいかず、で、まあ、その影響もあって、よりセリカは、まあ、苦戦をしてしまいましたね。まあ、初代の一番、もうそれこそ昭和時代になるけど、昭和時代のセリカの時が一番ある意味良かったんですが、まあ、あのダルマセリカって呼ばれた方ですね。ところがもう7代目あたりになってくると、もうかなり厳しくなってしまった。まあ、それが残念かなっていうところですね。あと、このちょっと前の6代目あたりかなの時もやはり苦戦はしていたんですが、まあ、6代目で比べて7代目は6代目の時よりさらにちょっとちっちゃくなっちゃったと。まあ、それがより販売台数を減少させてしまった、まあ、原因の一つなんじゃないかなっていうふうに考えられますね。
ただまあ都会の中で走る便にはまあ狭い道とかも多いので、まあ小さい方が運転はしやすいんだけども、ただやっぱりスポーツカーであるんであれば、もうちょっと大きさがなんとかならなかったでしょうか、と。大きかった方が良かったかなっていう感じですね。で、こういうふうにトミカとしても非常によくできて、こういうふうになっておりまして、まあこういうふうになっています。今これ貴重になりましたね。まあ、ほとんど見かけすることないですね。でもまあなかなかこのセリカのね、まあ、このなんて言うんでしょうかな、この美しい赤いボディのこの形というのはなかなかいいなっていう感じで、当時こういうところもねちゃんとメッキで作られてたっていうのはね、すごかったなと思いますね。今はそこまでで作るっていうのはね厳しいところがあるんで、昔はそういうことがこうね可能だったっていうことがね、今にして思うと、随分とね良かったなというね時代でございました。というわけで、まあこのような時代になってくれればいいんですけどね、まあこういうふうな車がまた出ることをまあ期待してるかなということでございます。どうもありがとうございました。